いろいろなエンジン、飛行機が飛ぶのに大切なエンジンにはいろいろな種類があるんだよ。それじゃあいろいろなエンジンたちを見てみようか。最初は V 型エンジン。フランスが考えて日本が1927年に組み立てたエンジンなんだよ。古いけどとっても優秀なエンジンなんだよ。アメリカで1941年頃作られたのがこの星型エンジン。とても大きいから大きな飛行機を飛ばすことができるんだ。アメリカで作られ、1945年頃からジェット機に乗せられていたジェットエンジン。ヘリコプターに使われているエンジン、ターボシャフトエンジン。フランスで作られたんだ。ジャンボジェット機用の大きなエンジンがターボファンエンジン。とっても力のあるエンジンさ。